どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日はスマホの話をしたいなと思いまして、昨日はスマホのケースですかの話を、しましたけど、そのスマホのケース自体はですね、今日届くということで、またおいおいね話をしようかなと思うんですが、昨日ついに Galaxy S24 がですねうちに届きまして、今私の手元にあります。もうセットアップ云々もまだ終わってなさい、はい、終わってないですセットアップがやっぱ大変じゃ大変で、昨日、お昼過ぎぐらいかなに届いて、で夕方ぐらいに開封して、で機種変更の移行手続きというか、データのね移行したりとか、やってるんですけど、まだ終わってないです。まだまだちょっとやることがあります。そのギャラクシーだと、Android だとなんかスマートスイッチだったかなっていうアプリを使うと、そのワイヤレスだったりケーブルだったりでそのデータの移行っていうのが非常に簡単にできるっちゃできるし、あのアプリのね、なんていうの、位置とかももう全部同じ状態で、ほとんど同じようなホーム画面のまま、あの移行はできたんですけど、問題はやっぱその後で、それぞれのアプリとかで入ってアカウントにログインしてくださいとかっていう作業がもうめちゃくちゃあるし、あのアカウントでログインすれば、それで終わりなものもあれば、なんかそうでないもの、例えば LINE とかね、あの LINE ってなんで、あのちょっとまた愚痴っぽくなっちゃうけど、引き継ぎちょっとめんどくさいんだろう LINE って。さ、なんかだいぶ昔と比べたらやりやすくなったなっていう印象はありますけど、やっぱ相変わらずあのトーク履歴をなんか別に保存っていうかバックアップ取っておいて、その新しい端末でトーク履歴を復元しなきゃいけないみたいなことをしなきゃいけないんでしょうかなんかね、トーク履歴別にいらないっていうんであれば別にねやらなくてもいいとは思うんだけど、一応なんかトーク履歴バックアップできないっていうんだったら、それをやるしかないですよね。なのでちょっとめんどくせえなって思ったりはしてるんですけど、 LINE は実はまだ移行してなくてはい、あのまだね昨日届いてケースもなく保護フィルムもなく、あのすっぱだかの状態なんですよ。はい、すっぱだかの状態なんで、あの家の中でしか移動しないとはいえ、なんかね、なんかの拍子に落としてさガンって傷つけたら嫌じゃないですか。なので、あの今自分の部屋にいて、自分の部屋にあるんですけど、あのそこから一切移動させてません。怖くてケースがとりあえず今日届いて、ケースをつけるまでは、ひとまずは前の端末で YouTube 見たりとか、はい、してまして、まだセットアップが終わってないっていうのもあるし、その持ち出したくないっていう、他のところにあまり持ち歩きたくないっていうのがあって、まだ全然なんていうのかな、自分のなんか相棒みたいなところにはまだなってないんですけど、これからちょっとずつ設定したりとか、はい、していって、うまくセットアップがね全部完了して完全に移行できるようになったらメインで使っていこうかなと思ってます。保護フィルムはね、いつだろう、来週今週かな、もうしばらくかかるかなとは思うんだけどね、すぐに明日とか明後日っていうわけにはいかないとは思います。まだ発送したっていう連絡も来てないしね、とりあえずスマホ本体とモバイルバッテリーだけはね届いたんですけど、なので、とりあえずケースが届けば、ケースがつけばなんか保護フィルムはなくても、 なんとかなるかなっていう気はしてて、最悪ね、いきなり画面から落ちるっていう、可能性ゼロじゃないけどね、もちろんゼロではないですけど、ケースつけとけばそのスマホ本体のサイドの部分とかその辺は守ってくれるだろうということで、ケースが届いてつけたら
日常的に使っていけるんじゃないかなとは思いますけど、まあでもケースじゃない保護フィルムが届いたらすぐに貼ろうかなと思います。っていうか何年ぶりだろう、自分で保護フィルム貼るの。うん、まあそれはまたお用意しようかなと思いますけど、保護フィルムはね、やっぱ上手い人下手な人がいますから不器用な人がやるとまあ失敗するんですよね、あれね。私も昔よく失敗してましたね。ホコリ入ったとかさ、なんか気泡が入っちゃったとかね。まあ今はでもなんかね、そのガイドがついてるやつとかもあったりするみたいですけど、私が今回購入したギャラクシーの公式のやつはなんかそういうガイドもついてないっぽかったんだよね。だから自分で本当にこうフィルムを剥がしてペタって貼らなきゃいけないので、ちょっと怖いです。自分でやるの怖いですよね、やっぱね。怖い人はやっぱそのプロに、お店とかに行ってプロに任せるのがいいとは思うんですけど、まあさすがに私はそこまでね、めんどくさいことはしたくないので、家で自分でやります。まあ流れとしてはなんだろう、まずあれですよね、貼る場所、貼る場所はですね、お風呂でやりましょう皆さんこれ最近の人はやるのかな、やらないのかな。まあちょっと前はやっぱそういうガイドとかもあんまりなかったし、保護フィルム貼るって言ったらお風呂で貼るんですよね、全裸でお風呂で全裸で貼るのが一番いいというふうに言われています。検索すると多分わかると思いますけど、出てきます。はい、保護フィルム貼るんだったらお風呂で全裸で貼るのがいいんですよね。まあ理由としてはそのホコリがですね、そのお風呂の湯気、まあ、水分で要は落ちるというふうに言われていて、なんか私もこの前久々に調べたら、まあ、ただお風呂でやるんじゃなくて、やる前になんか40度ぐらいの、まあ、お湯でその、まあ、浴室というかをその、まあ、濡らす、シャワーでね濡らして、こう要はその浴室内のなんか湿度を上げるというか、まあ水分をこう行き渡らせるというか、まあそういうことをする必要があって、でその中でやれば、まあ要はホコリが落ちるっていうことらしいです。はい、まあ自分の部屋とかでねやるとやっぱホコリが舞ったりとかしますから、まあね、そういうなんかこう、私だとエアダスターとか持ってますけど、まあなんかやってもさ、ホコリが舞ってるのはもう防ぎようがないので、だったらもうお風呂でやろうぜっていうことだと思います。はい、で全裸でやる理由はまあ当たり前ですけど、服着てると服からそのねほこりが出たりとかさするから、まあ、全裸でやろうってことだと思いますまあですので、まあその光景を想像するとちょっと滑稽かもしれないですけどね。まあ的確に確実に完璧に保護フィルムを貼りたいっていう人はぜひお風呂で全裸でやってみるのをおすすめします。まあ、全裸にならなくても、まあ、パンツ一丁でもいいと思いますけど、まあお風呂入った後とかがいいのかな。だからお風呂入って普通にお風呂入ればやっぱ浴室内に湯気がねこうモワモワモワって溜まっているし、まあついでに全裸だしね。まあただ濡れた手の状態でやると保護フィルム自体にその水が水滴がついたりするんで、そこはちょっと気をつけてくださいね。その濡らすのはいいんだけど、その浴室をね濡らすのはいいんだけど、その貼るとき貼る場所っていうのかな自体はやっぱちゃんと水分取っておかないと、まあ失敗する可能性もあるので、はい、そこは気をつけてください。てな感じで、まあ保護フィルムが届いたら私もお風呂で全裸でやろうかなと思っております。まあ、2枚あるんで一応2回チャレンジはできるんですけどね、1回で成功させたいですね。って感じですね。だから今はまだセットアップ状態っていう感じなんですけど、まあ軽くそのセットアップしながらいろいろ触っている感じだと、まあそうですね、まだそのケースもついてないから、なんかあんまりその雑に扱えない分、ちょっとなんか丁寧に触っているところはあるんですけど、なんかわかるかなこの気持ち。なんかね、だし、まあでもね、なんだろうな、画面綺麗に見える気はするんだよね。なんかなんだろうな、でか
まあでかさはそんなに変わんないです、私が前使ってた S20 と。うん、そんな変わんないとは思うんですけど、まあ縁っていうの、なんていうの、液晶のさ画面の端っこにやっぱ黒い部分がちょっとあるじゃないですか、スマホって。そこの部分が、まあ、だいぶ薄くというか小さくなってるというか、だからもう目いっぱいそのスマホの液晶画面に画面が映っている感じがするので、ちょっと画面広く見えるかなっていう感覚ですけどね。うん、そんな大差ないです。でも、うん、そんな劇的になんか進化してるっていうのは、まあ、あんま感じないかな。うん、まあ S20 もね、フレームレート 120Hz 出ますから、まあ、ぬるぬるですし、今回の S24 はね、なんか AI がついてて、フレームレート1から 120Hz をなんか、うまいこと、なんか調整してくれるらしくて、うん。まあ、なので、その辺に関してもあまり、うん、うまいことやってんだろうなっていう。まあ、だから1から 120Hz でやってくれるんで、常に 120Hz で動かすわけじゃないから、なんかバッテリーの持ちがすごくいいって話も聞きましたし、うん。そうだね。バッテリーの持ちに関しては、すごくありがたくて、私が使ってる Galaxy S20、まあ、新品で買って約2年間使い続けましたけど、やっぱね、バッテリーの、まあ、なんだろう、劣化までいくかわかんないけど、結構減り早いです。うん。まあ、私一日中家にいて、ね、常にそのスマホ触ってるというか持って歩いているので、動画見たり、なんか検索したりとかしているんですけど、最近はですね、もう、まあ、アニメとかね、そのパソコンで見るんで、その間はずっとスマホまあオフの状態だから、アニメ見てる時間が多かったりすると、まあそこまででもないかなというところではあるんですけど、結構その午前中に仕事があって、なんか仕事中に、スマホはいじれるけど、パソコンはちょっといじれないっていう状況があったりすると、スマホでなんか漫画読んだりとか、仕事中に漫画読んでるなって感じかもしれないですけど、漫画読んだり、あと動画見たり、まあブラウジングしてると、午前中でもう 10% ぐらいまで減るかな。うん。朝まあ5時、6時ぐらいにまあ 100% ですよ。起きて、そっからまあ5、6時間使ってもう10何%。うん。この前ちょっと焦った。と思って。いや、確かにちょっとずっといじってたけど、と思って。うん。なので、バッテリーの減りはだいぶ早くなってきたなっていうのは感じますね。だから今回その新しいスマホにして、まあバッテリーもね新しくなって、で、フレームレートも1から120でうまいこと調整してバッテリーの持ちが効率が良くなったというか、になってると思うので、まあその辺は期待しています、やっぱり。うん。バッテリーの持ちっていうところね。やっぱ2年間ぐらいがいいのかなって、ちょっと今回新しくして思いました。この前なんかね、1年ごとに新しくするとかって話もありましたけど、まあ、別に悪いことじゃないと思うんだけどね。1年でバッテリーも、まあ、ある程度は劣化するだろうし、最新のスマホを常に持ち続けるっていうのは、まあ、なんだろうな、普段のその、ストレスとか、スマホを使ってて、ストレスに感じるんであれば、やっぱ乗り換えた方がいいかなとは思うけど、でもなんかここ最近はやっぱ、そんなに性能が、なんか格段に進化するってことはそんなにないのかなって、思ってて、まあもちろん進化はしてるんだろうけど、GPU の処理能力が向上しました、カメラ性能が向上しましたって言うけど、そこまでのね、性能いるっていうのもあるし、まあだから2年くらいがいいのかなって思っています。はい。2年くらい。だから2年に1回ぐらいのペースで、まあ乗り換えるというか機種変する。やっぱね、機種変すると、それこそ今私がやってるその、セットアップをね、またやらなきゃいけないっていうのが発生するんで、1年間に1回これがあるって考えるとちょっとだるいなって思っちゃいますね、やっぱね。2年に1回だったら、まあ、みたいな感じですけどね。はい。まあ、ケースも結局5500円のね、ピークデザインのやつ買いましたから、まあ、1年で5500円のやつをまた新しく買い直すんだったら、まあ、2年間ケース使い倒しちゃった方が、やっぱお得なのかなって思ったり、しますね。はい。
そんなとこですかね。まだゲームの引き継ぎ、ヘブ版とかね、やってなくて、ゲームの動作とかはまだ確認してないんですけど、まあでも、処理能力は上がってるはずなんで、まあ、ぬるぬる動くでしょうと。結構ね、今のね、Galaxy S20 でヘブ版やると、まあ、カクカク、カクカクですね。なんかね、動くは動くんだけど、だいぶその、まあ、普段ね、パソコンのスチームでやってるから余計に感じるんだけど、やっぱそのスチームってさ、パソコンで動いてるし、かつそのインターネットも有線で繋いでるんで、めちゃくちゃ早いんですよ。ロードから何からまで、何まで。めっちゃ早いんですよ。その感覚で、その Galaxy S20 でヘブ版のスマホでやると、画面ちっちゃいし、スマホだから当然なんだけど、画面ちっちゃいし、で、もちろんその Wi-Fi とかは繋がってるけど、まあ、言うても Wi-Fi の速度なんで、安定性もないし、だから、なんかいろいろね、なんかアセットの更新とかもめっちゃ時間かかるし、とにかくカクカクしちゃってて、やばいな。まあゲームはもうほぼできないのかなってちょっと思ってたんで、まあだから新しく端末変えてよかったかなと思いますね。ただまあそんなにパソコンでやってるんで、ヘブ版をあの、スマホで開くことはまあないかなと。まあリズムゲームというか、ヘブ版のね、リズム、モード、音楽モードをね、やる場合はまあ開きますけど、まあそれ以外はパソコンでいいかなというふうには感じていますね。あと、あれ。まあ今回の Galaxy S24 に搭載された機能、Galaxy AI ですね。はい。ちょこっとだけ使いました。はい。囲って検索です。はい。他にもね、なんか、AI がそのチャットの文章を返してくれるっていうか、提案してくれたりとか、なんかいろいろ文字起こししたりとかあるみたいですけど、その辺はまあ全然できてないんですけど、Galaxy AI の機能をね、ちょっとやってみました。囲って検索ね、やったんですけど、まあ便利ですね。あれはね、結構いいかもしれない。なんか、なんだろうな、まあ、その普段使い、これからまあ馴染んでいくかはわかんないけど、スマホでいろいろ検索したり見てたりする中で、あ、これちょっとなんだろうみたいなとか、これと同じ商品ちょっと欲しいなって思った時に、そのスマホの下の部分の、何バーっていうの、なんかバーみたいなのがあって、そこを長押しすると囲って検索のモードになって、であとはその指でスッてその画面上のものを囲むだけで検索かけてくれるという感じなんで、あ、これ便利だわって思いました。ああ、なるほどねって思って。わざわざそのスクショを撮って、その Google でなんか画像検索とか、ちょっと手間だったじゃないですか。まあできるのはわかってるし、まあやれなくはないですけど、でも毎回スクショ撮って画像がどんどん保存されていくのだるいなみたいな、感じだったんですけど、もう即座にもうピッてスッてやって検索みたいな感じだったんで、あ、便利やこれって思いました。なんかもう S24 だけ、あ、S24 だけじゃなくて、23とか、他の Galaxy スマホにももうアップデートで搭載されたっていう話も聞きましたけど、まあできる人はちょっとやってみてください。囲って検索は結構いいですよ。まあ通話とかね、翻訳、まあ海外の人と通話することまあないので別にあんまね、出番ないだろうし、文字起こしもね、まあこうやってクドラジ撮ってますけど、まあ別にブログとかやってるわけじゃないから、まあリッスンで文字起こししてくれてますしね、自動的に。まあだから使う機会はそんなにないかなとは思うんですけど、囲って検索はいいっすね。便利だと思います。ぜひちょっとできる人は、S23 とか24とか持ってる人は、ぜひちょっとやってみてください。はい。んで、あとは、あとなんだろう、まあ、あれか、通信キャリアですね。その、まあ、4G、5G ありますけど、あれ、今回の Galaxy S24 はですね、デュアルSIM対応してます。ナノSIM、物理SIM 一つと、eSIM 対応してまして、そこもすごくいいなと思いました。ですね、私が今っていうか前、今、Galaxy S20 ね。今も使ってますけど、
は、物理 SIM 対応してるけど eSIM 対応してないんじゃなかったかな、確かドコモのやつ。うん、あ、ドコモで言うと、今回 SIM フリー版なんで、ドコモのアンインストールできない、いらないアプリないです。そこもいい。あのね、なんかわけわからんアプリ、使わないのにアンインストールできないっていうアプリがないのは非常に素晴らしいと思います。はい。で、ちょっと話しとれましたけど、通信キャリアの話ですね。前の S20 は物理 SIM1 枚で、あ、そうだ、マイクロ SD カードが入るんですね。はい、入るんですよね。その代わり、まあ、eSIM は使えない状態で、で今回の SIM フリー版は、さっきも言ったけど、物理 SIM、ナノ SIM かなが一つ、で、eSIM が使える。ただ、マイクロ SD カードは使えないというものですね。うん。まあ、だから、まあ、もともとでもマイクロ SD カードにはデータほとんど入ってなかったんで、別にいいかなっていう、うん、感じですね。まあ、容量も倍になったし、256GB なんで、容量倍になったからね、まあ、全然問題ないと思います。で、デュアル SIM ができるようになったんで、もともとその YU モバイルのナノ SIM ですね、物理 SIM を契約しているので、SIM 移し替えて、で、いろいろ設定して使えるようになりました。はい。だから逆に Galaxy S20 の方はもう SIM 入ってないんで、Wi-Fi じゃないとネット使えないですね。その代わり新しいスマホの S24 はもう外行ってもどこ行っても、まあ、つながるという状況です。で、私、この前、ポッドキャストで話しましたけど、楽天モバイルよ。楽天モバイル、契約したって話したと思うんですけど、まあ、月額1000円ちょっと。で、3ギガかな、使えて、電話が無料。まあ、電話が無料っていうところがすごくいいなって思ってはいるって話もしたんですけど、今回私初めてですね、そのデュアルSIMっていうのを、まあ、やってみたんですよ。Galaxy S24 でね。で、まあ、一つは物理 SIM、一つは eSIM っていう状態。まあ、楽天モバイルが eSIM ですね。でやって、まあ、なんかどういうふうに使い分けたらいいんだろうって思ってやってたんですけど、設定を。そしたらですね、なんかちょっと面倒なのかなって思ってたんですよ、最初。その、なんか、例えば普段は YU モバイルでやってるけど、その楽天の方にしたいなってなったら、楽天の方にその、なんか切り替えなきゃいけないみたいなボタンとか切り替えなきゃいけないのかなとか、あとはその電話の時はどっちでつながるんだろうとかさ、ね、その毎回例えば電話するときに楽天のモバイルの方に使いたいから楽天モバイルの方に切り替えなきゃいけないのかなって思ってたんだけど、あのね、意外と便利で、通信を変更するときはまあそれこそ設定で、なんか、どっちの SIM を使うかって選ばなきゃいけないんですけど、だから、普段そのインターネットしたりするときに、今日は、YU モバイルでインターネット使うけど、ちょっと試しにちょっと楽天使ってみようかなってなったら、楽天の方に SIM の設定を切り替えなきゃいけないんですけど、そこはそうなんだけど、電話ですね。電話に関しては、なんかね、で、そのデータのやり取りと電話と、あと一個なんだっけな。あと一個なんかあった気がするんだけど、要はその、デフォルトでどっちを使うかっていうのを設定できるみたいで、だから、その普段のインターネットの接続は、YU モバイルでやるけど、電話の時は、楽天の方でやりますみたいなこともできるんですよ。うん。だから、わざわざの電話するときに、その、SIM の設定を切り替える必要がなくて、あ、それ便利だわと思って。うん。まあ楽天半年間契約してみて継続するかしないかはまだわかんないですけど、まあしばらくその電話はかけ放題になるので、うん。あ、便利だなって思いました。うん。やっぱデュアルSIMいいですね。まあいざって時のためにね、その2つ回線使えるっていうのはいいかなと思います。ただまあ、YU モバイルはドコモ回線で、あと楽天モバイルは楽天回線なんで、ドコモがつながらなくて楽天がつながるってことはないとは思うんだけど、わかんない。逆あんのかね、その楽天がつながるけどドコモつながんないみたいな、わかんないですね。でも一応楽天もつながりはしたんで、はい、まあ大丈夫かなというふうには思います。ただ楽天使いすぎるとどんどん
料金上がっていくんで、3ギガ以上使わないように気をつけなきゃいけないんですけどね。まあ、U モバイルの方、今、確認したら、99.5 ギガ、今月使えるらしいんで、はい。もう、使い放題ですね、実質。うん。実質使い放題かなというふうにも感じてますので、まあ、4K 動画なり、まあ、いくらでも見れちゃうかなというところです。まあ、スマホ新しくなってね、YouTube の 4K 動画も多分アプリ落ちなくなったはずなんで、まあ、安心して見れるかなというところですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、いろんな部分が、まあ、改善されたというか、良くなったというか、便利になってる気はしています。まあ、まだまだね、ちょっとセッティングしてる最中なんで、まあ、今後使ってみての感想とかもね、できたらいいなと思います。囲って検索とかね。どれだけ使うかな。便利だよとは言ったけど、じゃあ実際どれぐらい使うのかっていう話ではあるよな。なんか、わかんないけどね。どうなんだろう、その AI 機能ね。今回の目玉機能ではありますけど、チャットするとき、あれってでもサムスンキーボードじゃなきゃダメなのかな。私、Google のキーボードにしちゃってるんですよね。G ボードだっけ?に設定で変えちゃってるんですけど、あれサムスンキーボードじゃなきゃダメなんですかね、やっぱね。ちょっとその辺はわかんないです。結構やっぱ文字打つのもね、最近ちょっとめんどくせえな、みたいな。なんか、パパッと候補出してくれればね、いいんですけど。まあ、Google にも候補出してくれる機能ありますけど、でもちょっとやっぱめんどくせえなって最近思ったりするんでね。はい。まあ、うまく AI こなし、AI をね、使いこなしたりとか、まあ、できたらいいなとは思っております。はい。というわけで、昨日届いた Galaxy S24、まあ、開封して、セットアップして、まあ、軽く使ってみた感想でございました。はい。まあ、とりあえず今日ケースが届いて、まあ、いろいろ持ち運びが、やっとね、できるんじゃないかなと思ってますんで、明日は、まあ、ケースの、開封した感想というか、をしようとは思ってます。はい。ケースもね、まあ、結構5500円もするいいケースなんで、まあ質感どんな感じかなとかね、実際つけてみてどうなのかなとかね、その辺をお話できたらなと思っております。はい。あ、そう、一応さんの宣伝ですけど、今日、ヘブ版の配信ね、やりますんで、今日、ヘブ版のメインストーリー、ラストだと思いますんで、はい。何時間ぐらいかかるか分かんないけど、2時間半、3時間ぐらいかけて、ちょっと今日はメインストーリー、ラストまで。前編ですけどね。どこで終わるのかね。分かりませんけど、はい。駆け抜けていこうかなと思ってますんで、ぜひ、お時間ある方は10時からね、やるんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ここまで、くだらじ聞いていただき、ありがとうございました。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。